7人組ダンス&ボーカルグループ、BE:FIRST のソータ、シュントが6日、グループでナビゲーターを務める番組、Amazon Music Million Billion J-Wave、毎週土曜17時に出演。今年の目標について語った。シュント、20歳まではすごい頑張った。この日は20歳としてもうすぐ成人の日を迎えるシュントを祝いながらのトークや企画を行った2人。シュントは、20歳までに叶えるべきことは叶えた気がするよ。免許だったりとか。20歳までにすごい頑張ってたな、俺去年。と昨年1年間を振り返った。ソータもシュントの頑張りを間近で見ていた様子で、確かに。勉強してる時もあったしね。課題やったりね、とシュントの頑張りを称賛。昼から、仕事、の時は朝一から教習所で練習してたりね。とシュントは20歳の成人の日を前にしみじみと解雇した。ソータ&シュント、今年成し遂げたいことは20歳がお酒を飲める年齢だということから、その後二人は様々なおつまみを食べながらトーク。時折食べ物の感想を織り交ぜ盛り上がったが、今年成し遂げたいことというトピックではしばらく考え込んでしまった二人。するとソータから、今年でくくれないんじゃない？俺らが、と意見が、今年中に達成するとか焦ることにしたくないし、今年にこだわってないことばっかりなんで、僕たちは確実に前に進みたいって感じです、と、一年より長いスパンで大きな目標を追いたいと真剣に口にした。これにうなずいていた様子のシュントだったが、食についての知識をつける、と個人としては目標があるようで、栄養バランスとか、と本格的に食について学びたいと告白。二人での家飲みの際のつまみとして、餃子や辛ラーメンをよく食べるという話もあったため、ソータからは、辛ラーメンとか、シュントが、体に悪いよとか言い出したら嫌だな、と思わぬクレームもついていた。